私から声が消えたのは、そう、最愛の彼との約束の日だった。あ、この数の何？だから明日の夜6時にいつもの場所で待っててって。うん、分かった。約束ないよ、遅れんなよ。何そんな気合入っちゃってんの？まあ明日ってことで。ねえカズマ、私約束通り遅れないで待ってたんだよ、あの場所でずっとずっと。
あ、ゆうは。なんで結婚指輪って薬指にするか知ってる？こう、順番に揃えてって。で、親指から離すんだけど、薬指だけ離れないの。だから、この指輪してくんね。感じかな。ねえ、カズマ、プロポーズは聞けなかったけど、あなたは私に未来をくれたんだよ。